レイ・ボルジャーはアメリカ合衆国の俳優、歌手である。1904年、マサチューセッツ州ドーチェスターに生まれる。ボードビリアンとしてキャリアをスタートさせ、サンファードボルジャーというデュオを組んでいたこともある。その後、ニューヨークへ渡り、ボードビリアンとして活躍する一方で俳優としての才能も開花させ、1930年代にはブロードウェイデビューも果たした。 1936年には、ウィリアム・パウエル主演のミュージカル映画、巨星、ジーグフェルドで映画デビューも果たす。1939年には、ジュディ・ガーランド主演のファンタジー映画、オズの魔法師へ出演して、カかし男を演じた。それ以降も様々なテレビドラマや映画へ出演し、俳優としての格好たる地位を築き上げた。また、 1949年に出演した演目、ホエアズ・チャーリーでは主役を演じて、第3回、トニー・ショーの主演男優賞を獲得しているほか、1960年には、その功績が称えられ、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームを授与された。トニー・ショーの主演男優賞を獲得した、ホエアズ・チャーリーは、その後の1952年に映画化もされており、ボイジャーも主役で、 映画版へも出演している。1987年1月15日に、暴行癌のため、カリフォルニア州ロサンゼルスで死去。83歳だった、オズの魔法師のより、ありがとうございます。